んなすごいやつらがいんの。朝練もいつもさ5時半ぐらいから。マウンテンあれめちゃめちゃきついからね。やっぱ負けてる。やっぱその時点で負けてるんだ。普通になんか 100m100 本とかさ、天国と地獄を味わったの。挫折ですよ。ぬるい練習したらすぐ使えろって言われるから恐怖でしょ。松浦率いる浜田に負けた。学園とか推薦で入る人とかめちゃめちゃ多いでしょ。うん、入った時結構衝撃。なんかオッパマのマリノスからエースのやつが来たりとか、それこそジュビロ沼津のやつが来たりとか、うん、東海大一、うん、自分のやつが来たりとか、エスパーのやつが来たりとか、こんなすごいやつらがいんのと思いましたね当時は。どうでしたか高校生活。もうなんかいきなりこう環境がガラリと変わるわけじゃないですか。まあまあ、でももともとやっぱサッカー好きだったんで、よりのめり込めたというか、もう本当に寮生活だったんで、よりサッカーが好きになりましたね。まあでもそこで結構やっぱだいぶ揉まれましたけどね。そこでやっと競争が生まれたというか。1年でやっぱ一番下からスタートとかだったんですか。チーム的には何チームぐらいだったの。どんぐらいだったんだ。 ABC1 年でも ABC ぐらいに分かれてたのかな。これも合わせて多分4人がトップ昇格したの。1年の最初にね、国と藤田は結構試合とかメンバー入ったりとか絡んでたけど、俺は全然メンバーとかに入れなかった。静学ってすごいテクニック重視でおしゃれなイメージ、多分視聴者の皆さんとか全国の皆さんって思ってると思うんですよ。ただしこたま練習きついっていうのは聞いてるんですけど。いやきついっすよ本当そこら辺のこうリアルをこうお伝えしたいな。あの外周あるじゃん、あの外周、あのヤタグランドのさ、なんか変な田んぼのところ、あれめちゃめちゃきついからね。いやめっちゃ覚え、俺らだって超走らされたもん、あそこ。マウンテン、マウンテン、マウンテン山の上まで頂上まで行って帰ってくるみたいな3周とかやれたらもうだって本当に50何分とか1時間とかかかるから。オフ分けにそのメニューがあるから結構本当にきつかったかな。静学ってなんかその走りの種類ってマウンテンとかになんかあったりしたんですか。川沿いもあって、そこの山の方に川沿いを8の字してくるやつとか、あとは草薙競技場を大きく8の字するやつもあったし。どれが一番きついの。いや、やっぱマウンテンでしょ傾斜があるからじゃあやっぱマウンテンの話が出た時はまたこれかよってなるわけ。もう諦めるしかないやん、走るしかないんだからって思う。え、それの中でじゃあその静学の中では強平は走れた方なの。俺走れた方だと思うよ。1年生の時からと比べたら多分本当にこうなってったと思う。結構最後の方だったのが多分もう3年とかなってくうちに本当4番目とか。俺ずっと1番あった。さすがっす。さすがやっぱね、負けたくなかったよね。なんかずっとちっちゃい時から持久走でもずっと1番だったし、ちょっとそれだけはね負けたくないなと思ってたね。すごいね。やっぱ12分間走でしたっけ。うん、12分。これをなんかノルマ3000みたいなんですけど、えげつないメートル出してみたりとか。中学3年生の時に高校の練習参加して、その中でも3500走って一番だったの。すごいでしょ、中3で。高3にも勝ってたもん、そこは。それはすごい。めっちゃ走ってた。めっちゃ走ってたって思うけど、なんかそれこそ学園とかの方走ってたのかなって思ったりするから。あ、そう、イメージがね。なんかそういうドリブルとかずっとやってんじゃないのってイメージだったかもしんないけど、めちゃめちゃ走ってたから。でもさ、なんか自分結構走ってると思うからさ、試合で結構負けたくないって思うよね、走ら、言ってたから。いや俺らもだから試合やってまあ多分15キロとかそれぐらい走ってまた試合とか全然あったし、普通になんか 100m100 本とかさ、なんかもうその数字がおかしいわけよ。なんかそうそうそう、あったあったあった、うん、自負はあるけど走ってたっていう。でもなんかみんな結構スタンダードにそれぐらい走ってたんだろうね、どこも。朝練も早いんですよ、ね、朝練もいつも多分5時半ぐらいから7時ぐらいまで。マジで5時半。俺とかもだから浜松出身だけど朝通えないから、うん、もう寮に住んで、もう俺とかはもうこういう格好でもうこのまま寝て起きてカロリーメイトとか多分一口1本食べてからもう行ってた。すぐ。あ、それ聞いたことあります。なんか僕聞いた話なのは、あのチョコチップスティックって細いパンあるじゃないですか。あ、食べてたかも。それ、あれを見防備してるみたいな話聞いた。あれコスパいいもんね。そう、何も食べないとちょっとお腹すくんだよ、多分5時半から7時までやると。いやでもちょっとそれはすごい。俺それ初めて知った。5時半は結構すごいね。いやすごいわ。その5時半からずっとドリブルとかやってんだから。
え、それ毎日オフ分け、月曜日がオフだとしたら火水木かで、金曜日は多分試合前日とかであんま朝練とかはなくて、で多分土曜日とか日曜日が公式戦って感じだったかな。流れは多分3日間ぐらいしかなかったと思う。いやでも3日間すごいね。いやすごい、だから本当練習尽くしよ。やっぱ負けてる、やっぱその時点で負けてるんだ。僕それ知ってたからすごい経緯だったんですよ。当時から大会前とかインタビューとか取材されるときに、学園とかやるとどうですか、そろそろジャイアントキリングですかみたいなこと言われるんですよ。いや食ってやりますよなんて絶対言えなかったです。いや確かにこれ、それ結構衝撃だな、その練習量の違い。一番上手い人たちがそれをやってるんですよ。確かに。え、でじゃあ終わった、練習終わった後もやっぱみんな自主練習で帰るの？朝は寮すぐ帰って風呂入って洗濯して、で自分で干して飯食ってもうすぐ学校行かないと間に合わないから、で授業をやってすぐまた寮帰って着替えてまたグラウンド行って、でトップチームが最初練習してみたいな。へえ、時間も分かれてるんだ。分かれてる分かれてる。そもそもグラウンドまで遠いんですよね。遠かったっすね。 今はなんか変わったみたいで。何でですか？それこそ山登りじゃないですか。そう、それも結構大変でしたよ。移動がトレーニング。移動がトレーニングじゃないです。結構大変でしたよ。坂道登っていかなきゃいけなかったんで。寮からグラウンドも、だから自転車で2、30分ぐらい。え、それでじゃあ午後の練習は何時までやんの？だから午後はどんぐらいだろうね。まあだから4時ぐらいから始まったとしたら6時、7時ぐらいに終わって、そっからでも自主練するやつもいるから、でそこは必ずみんな自主練してたね。終わってからも、終わってからも1時間ぐらい自主練して、でまあ8時だとして、それで帰ってまた飯と洗濯と風呂で、まあそんないろいろやってたら多分10時ぐらいになるから、あもう明日朝早いから寝なきゃって、10時には絶対寝てた。もう体が覚えたね、寝なきゃいけないっていう。夜更かしとかの欲もないってことですか？ないないっすね。もう明日の練習きついから寝なきゃみたいな。え、彼女とかいなかったの、その当時？当時はだから、あでもいたよ、いたけど、だから月曜日まあオフってなるけど、一回帰ってきてグラウンド行って、休みだけどグラウンド行って自主練1時間ぐらいして帰ってきてから彼女に会いに。トップデビューの試合とか公式戦って覚えられてます？当時僕が1年生だった時、3年生に加納健太さんとかがいて、加納健太さんの代が選手権に負けて新チームの時にから出始めましたかね。一つの先輩とかどんな方がいらっしゃる？仙崎さん、まあ、仙崎さんはもうなんか王様じゃないけどそんな存在だったよね。いや上手かったもんね、だってなかなか、だってさ、あの身長の高さで足元うまいってなかなかいなかったじゃんね、当時とかも。本当にそう。代表とかも入ってた気がするもんだって。え、でもどう、その1年の時の3年とか、まあ2年の時の3年でも、いやこの人マジ超うまいなって人は誰だったの？村松翔太さんって人がいるんだけど、うん、その人はもう本当に独特すぎて、ドリブルとかボールの持ち方とか真似できないなって感じ。杉浦選手のあのアンケートの中でちょっと印象に残ってるシーンに関してお話、はい、まず高校2年時の高円宮杯、はい、どのように印象を持っているんですか？ですね、当時2年の時全国大会があったんですけど、まあ、試合に出てて、予選で全国大会の予選でハットトリック決めたんですよ。その試合でハットトリック決めて勝って3得点4、その試合 4-0 で勝ったのかな。で3得点1アシストで活躍して勝って、でその次の週に決勝トーナメント1回戦目で広島観音と試合をして 0-0 で PK になって、俺5人目で蹴って俺が外して負けたん。だ本当に天国と地獄を味わったっていう。あ、落差がすごかったんだ。PK 外してます。はい。その後もう挫折じゃん。もうやばいっすよ、ね。挫折っすよ。なんかもう先輩のその大会を終わらせてしまったという罪悪感と、で本当にその次の人がもうずっとエアコン持ってずっと泣いてたし、でも先輩たちはまあ優しくしてくれるけど結構病んでましたね、その時は。なんか乗り越えるきっかけみたいな。でも結構すぐもう選手権の予選っていうかトーナメントが来たのかな。だからもうなんかもう休んでる暇ねえなと思って、とりあえずもう練習に打ち込むしかないなっていう感じでしたかね。高校2年のその時の選手権は準優勝したっけ？高校2年の時はあれ立花に負けたんですよ。ベスト
ベスト4で立花とやって負けたんだったかな。その時だから園田とかだね。園田とか、うん、天野さんとかの大統領ね。今負けて、そう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 、うん、なんか結構あの因縁の大阪ダービーでしょうね。立花とか、そうですね、当時はそんな感じでしたかね。3年の時には、選手権優勝。そうですね、うん、静岡県大会優勝しましたね。やったの覚えてる？それ俺ら覚えてるよ。予選やったよね。覚えてるよ。よかったわ。覚えてないって言われたらちょっとそんなもんだったかって思われちゃう。そう、立花のグラウンドでやったんだよな確か、うん、そうだったね、うん、結構いい勝負しなかったっ。いや、いい勝負だったよ。多分 2-1 とかじゃなかった。そうだね、多分ね。そうそう、それでなんか強兵にヘディングで決められたんじゃなかったかな。俺多分点決めだと思う、その試合。そうだよ、ね、そう、なんかヘディングで決められた記憶があるわ。あの後ろ10番の後ろ姿がなんかちょっと覚えてるだからなんかその俺ヘディング、強兵のヘディングのイメージが強いんだよね。いやね、高校時代ヘディング結構決めてただよね。うん、でもその時点でさ、その業種と対戦した時俺のこと知らないでしょ。知ってるよ。知ってる？知ってるよ。俺覚えてるのは翔平と、うん、あの1個下のフォワードだから。あ、内田。あ、そう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 、あの2人は業種でマジで厄介だなって思ってたいや、マジ嬉しいわ。それ嬉しい情報です。結構だから静岡君の中ではさ、その2人結構厄介だなって言ってて、選手権の決勝で優勝した時が印象に残ってる。そうですね、な、本当に今まで練習してきたことがやっとこういう形で実ったなっていう。ちなみに俺それ試合あのスタンドの上で観戦してたから。三浦選手も取られましたよね。俺が先制点だったかな確か。うん、キャプテンマーク巻いてましたね。あ、でもその当時は一人がキャプテンやる、その僕のたちの代はそのなんて言うんだろう、僕だけがキャプテンじゃなくて4人で回してましたね、キャプテンを。へえ。で、それはチームのルールで？うん、なんかまあ一人っていう決めずに、このみんな多分いろいろ自覚持たせるためにじゃなくかな。たまたまだから決勝で俺の番が回ってきたみたいな感じ。松浦選手は、ベスト8で。ベスト8、松浦率いる浜根に負けた。浜根ね。うん。やっぱり印象に残ってるのはやっぱその試合が印象に残ってますね。そうだね、やっぱり最高、もう11月4日っていう、俺負けた日まで覚えてる。2人時代に印象残ってる選手とかライバルの選手とかしました？ひろきとか、園田とか、ね、松浦とか、うん、そこら辺じゃないかな。俺はね、ライバルっていうかさ、なんかこうプロになった選手はさ知ってるわけじゃん。でもあの時こう、例えばその立花と夏目とかさ、やっぱ自分的に上手いなって思う選手が印象、プロになってない人がなんかすごい自分の中で印象的に残っている。まあ夏目とかその競輪選手やってるのは知ってるけど、ちょっと指導者のお話も聞きたくて。今現在その静学の監督の川口さんも当時はコーチで、まあ、結構やっぱ厳しくて、まあ、結構怖かったよ。もうなんかやっぱぬるい練習したらすぐ靴変えろって言われるから、もうその恐怖でしか靴変えろったらもう乱臭履いて走るしかないから。やっぱ共通なんですね、練習ぬるくなった時の言葉、履き替えろは。やっぱりもうピーピーってやって、もう靴変えろってやばいよって、もう走るんだよどのメニューだよっていう。でもうやっぱ当時その川口さんも怒ってるから、何分までに帰ってこいみたいな、でこのタイム入れなかったら全員もう一周だみたいな感じで、とりあえずまあ何人か全員入ってるんだけど、最後一人めちゃめちゃもう遅いやつがいて、もうみんな入ったやつがそいつのことを迎え行ってみんなで背中を押すあれすごいですね、あの時の一体感ってすごいですよ、ね、いやすごいね。川口コーチってわかんないです、ここの勘違いかもしれないですけど、なんか新チームの新人戦までは見るみたいなのありますか？そうですね、当時はだから井田さんが監督で、まあ、選手権とか全部やるけど、新人戦だけは川口、今の川口監督、川口コーチがやってました。監督として新人戦をやるみたいな。あれってどういう意図があったんですか？まあでもほとんどでも川口さんが当時はやっぱ練習も見ててくれてたし、もうコーチというか監督みたいな感じでしたけどね。井田さんが総監督みたいなやっぱ当時から。そうそう、そんな感じだったかな。杉浦選手は印象に残った僕がアンケートに書いていただいたのでご紹介いただいてもよろしいですか？もう井田さんが毎回言ってたんだけど、練習は自分に返ってくる、明日やろうはバカやろうってめっちゃ言われてた。それすげえ印象に残ってて。へー、
だからやっぱその時その時でやっぱしっかり練習やらないと、まあ、サボったりしたらやっぱり自分に全部返ってくるし、やっぱ人の3倍はやれってずっと前にそれも言われてたから、それがすごい印象に残ってるの。ありがとうございます。非常に濃い高校生活まで喋りすぎてるね。これユニーニョがいたり、カナハさんとかモンテッセさんとか、フロンターレにいた当時その3年間全く試合に絡んでなかったから、片道切符だと思って、このシャルケのスカウトの人がちょっとうちに練習参加来てみないかって。そうだからラプティッチとかもいたし、ノイヤもそうだし、小野伸二さんとかにめっちゃ助けられたから、